ボンジュール鈴木は日本の女性ソングライター、シンガー、作曲家、作詞家、編曲家、マルチアーティスト、サウンドプロデューサー。エレクトロやヒップホップの影響下で卓六系アーティストとして作詞作曲、歌唱、演奏を行い、YouTube やニコニコ動画などインターネット上で活動している。2015年1月7日から放映開始のアニメ。 ユリクマ嵐の OP テーマ、あの森で待ってるが初のシングル CD にして初のタイアップ作となる。なお、ユリクマ嵐ではキャラクターソングのプロデュースも手掛けている。歌唱法についてはウィスパー系と称されており、北欧系のエレクトロニカやヒップホップ、フレンチポップスなどウィスパーな歌の多いヨーロッパ系の楽曲に影響されている。ピアノ。 ギターなどを使うほか、琴とバイオリンを習っている。インディーズレーベル、小豚八本の名称は、小豚と暮らしたいと語ってきた友人の可愛らしさをイメージしてのものである。フランスで暮らしていた時期があり、フランス語と英語に通じている。ブーフト氏という名の犬を飼っており、鳴き声を楽曲に使うこともある。3歳より、クラシックピアノをはじめ、ジャズ歌手だった母とフランスの親族の影響で、 幼少期からヨーロッパを中心とした様々な音楽に触れ次第に作曲活動をスタート。南フランスのカトリックの大学へ留学中に触れたヨーロッパのエレクトロニカ、ヒップホップシーン、クラシック、教会音楽からの影響が色濃く出たサウンドには北欧エレクトロニカ勢と共鳴する透明感とドリームポップ、トリップホップの流れを組んだ。 深淵な響きが見事なまでに共存。日本語、フランス語、英語をポップなメロディーで織り混ぜ、フランスのボイストレーニングで身につけた甘ったるい中毒性のある独特のロリータ・ウィスパーボイスと絡み合う童話の中のようなファンタジックで不思議なサウンドは現在の音楽シーンの中でもひときわ異彩を放っており、幻想的でファンタジックなトラックの上にピアノ、こと、ビオラ、アコーディオン、 ハンドベルなどの楽器を生で重ね、サンプリングした犬の声や自然音なども混ぜ、面白い音作りを目指している。プロフィールは極力出さないようにしている、謎のアーティストで、素顔は白いベールで覆っている。顔を覆っていない写真では、ピンボケ等で顔全体を見せたことはない上に、はっきりした写真でも顔の一部しか見せていない。ライブ等で、ファンの前では顔を、 ベールで覆うようにしている。2019年。ありがとうございます。